右足ついて、はい、ボールを取って左足をつきたいっていう。あ、左足が浮いた状態で。そうですね、僕は理想でやってます。はいはいはい。源田の足元に注目です。右足をつき、ボールを取るとき左足は浮いています。もう取ったら勝手に左足の方に体重が一塁方向に行ってくれるんで、はいはいはい、投げるためにこう、はい、ロスがなくなる。肩があのどっちかというと弱い方なので、そこを源田選手からですか。はい、そこをこう補うために取ってスムーズに早く離す、はい、